それではスターティンググリッドをご紹介してまいりましょう。ポールポジションからスタートしますのはカーナンバー17番です。サクシードスポーツジュニア高木優穂。今シーズン徐々に上がってきて、ついに5点まで優勝しました高木。それがまぐれではないことをこの水波で証明していきます。ポールからのスタートです。続いてセカンドグリッド、カーナンバーは25番、フォーミュラブルーの看板を背負い、清水英二郎に先に行かれ、どうしようかと言っていた五木明人がついに上がってまいりました。フォーミュラブルーアッシュ、カーナンバー25番五木明人。さあ、これはもうタイヤにも慣れてきたということなんでしょうね。本来の彼のうまさ速さが発揮されております。そして3番グリッドです。ここ水波は去年地方戦で勝っています。カーナンバー19番高木プランニング渡部いつき。続いて4番グリッド、カーナンバーは12番、今日はフロント守り通したいアキランドレーシング新田翔。こちらも速さのあるドライバーです。続いて5番グリッド、カーナンバーは6番、現在ランキングトップ、フォーミュラブルーティーム長尾、清水英二郎。そして6番グリッドにはレディースドライバーです。今年東地域では地方戦開幕戦で優勝しています。カーナンバー38番、ズイビブルレーシングチーム斉藤愛美。予選では前の5台から少し離れましたが、決勝はどうでしょうか。以上トップ6をご紹介いたしました。以下7番グリッド、カーナンバー77番、ガレージ茶畑中島俊介。8番グリッド21番、高木プランニング with DNC 清水修馬。9番グリッド63番、アッシュ森山喜一郎。10番グリッド14番、プレイフル with リンクス西浦徹。お兄様最上位ですよ、西浦さん。影武者じゃないよね、大丈夫ね。はい、頑張っていただきましょう、西浦さんです。続いて11番グリッド、カーナンバー40番、初参戦アキランドレーシング坂上真美。12番グリッド53番、トリプル K& モモックス、こちらもお兄様代表です、加藤正則。マックスマスターズ代表状態ですね、12番手からです。13番手11番、ティームビレラートベスト鎌狩和樹。14番手27番、白木屋カーティングクラブ中条小太郎。15番手13番、フィオーレモータースポーツ日吉太一。16番手23番、バーサスレーシングチームウィズコルサ門田翔成。17番手15番、ティームブルート夏目湊斗。18番手33番、ティームブルート原田俊一郎。19番手30番、ケーテックウィズピーターパン島田隼人。20番手72番、ティームファリーナ伊藤亮が。さあ、ここでエンジン始動です。グリーンフラッグローリングスタートです。あ、カーナンバー27番中条小太郎が、そしてカーナンバー12番の新田翔も、あ、中条はかかった。新田はどうだ、新田どうだ、心配そうにチーム員が見守ります。新田翔、指示をしながらやってるけどかからないか。さあ、21番手は43番トレントクワトロ鈴鹿向山拓人。22番手28番、エナジージャパン伊藤黎明。かかったかかった、新田翔、慌てないでいこう、よかった。続いて23番手24番、アッシュ服部慎。24番手58番、 A ティングバズモータースポーツ臼井学。25番手31番、 M ズエナジー白川瀬名。26番手36番、 H アリスジャパン奥田桃。27番手29番、クラブラボ久富圭。28番手26番、ティームファリーナ泉春信。29番手22番、高木プランニングから初参戦金田翔。30番手44番、ティームクレッセント菊田さかる。でここからは先ほど止まってしまったりペナルティを受けたドライバーです。31番手16番、トレンタクアトロ非常化力生。32番手34番、アキランドレーシング米倉敦樹。33番手57番、アッシュ江崎明彦。34番手32番、ソブラ安藤優。以上です。さあ、カーナンバー63番がピット森山喜一郎ですね。何のトラブルだろう。森山喜一郎は9番手スタートのドライバーなんですけれども、ピットです。さあ、そして隊列の方はバックストレートエンドに差し掛かっております。森山喜一郎はピットにいます。森山喜一郎はピットにいる。最終コーナーから立ち上がってきますが、スタートは
ディレイですね。スタートはディレイです。そして新田賞には白地に赤バッテンが出されました。新田賞は最後尾につかなくてはいけません。さあカーナンバー12番の新田賞はまだマシンが本当じゃないのかなという感じの雰囲気ですね。さあそしてカーナンバー63番の森山喜一郎がリタイアという情報、ピットロードのところでがっくりとうなだれています。森山喜一郎にとっても大きなアクセルワイヤーが切れた、アクセルワイヤーが切れたというトラブルです。森山喜一郎残念。森山喜一郎も初のね全日本参戦だったんです。結構いいとこ走ってて9番手だったんですけども、これは残念です。さあフロントローをおさらいしましょう。青いヘルメット高木優穂、白いヘルメットにフォーミュラブルーのカラーリング伊月明と、エクスプリットは渡部伊月、新田翔は不在のままホームストレートに戻ってきます。周回数は20周、今スタート。1コーナーから2コーナー、サイドバイサイド3ワイドで抜けてくる。2コーナーのところではどうだ。まず高木優穂が抜けてきた。あー新田翔は1コーナーのところで止まりました。新田翔はやはりリタイアです。やっぱりエンジンが本当ではなかったようです。トップは高木優穂、そして2番手には渡部樹が上がっている模様。中盤のところヘアピンやタコツボや、うわーここでもちょっと接触があるか。接触があるとフロントローが脱落してしまったりすると、フロントが脱落してしまったりするとタイムペナルティーなんですけどもね、早くもなんかそんな兆候も見え始めているような気もする。無事に帰ってくるでしょうか。あーそして最終コーナー手前止まってしまったのは、これ坂上とあと2人、お兄様方ではないですか。このカラーリングはカーナンバー27番ですね、中条小太郎です。そしてもう一人も今ホームストレートにだいぶ遅れて帰ってきました。あ、これ白川瀬奈です。さあオープニングラップで結構混乱がありました。1台スタートできず、1台はスタート直後にリタイア、そして S 字の2個目のところでは3台が絡まる接触がありました。トップはバックストレートエンド、トップは高木優穂、2番手に渡部樹、そして3番手なんですけれども清水英二郎が上がってきています。5番手スタートの清水英二郎、これもインサイドスタートが前に出てきたというところです。アウトサイドスタートの2番手樹明人は現在4番手走行、そして7番手スタートの中島俊介が5番手に上がっています。そして6番手に加藤正則が上がってまして、お兄様筆頭は加藤ということになりました。現在6番手、そして7番手には門田、8番手には西浦、斉藤愛美はそこから2ポジションドロップしましたね。9番手は清水修馬が前に出てきて、10番手斉藤愛美、ここまでが第一集団です。第一集団は10台、少し離れまして第二集団のトップは鎌狩和樹、その後ろにいるのがこれは原田がいます。そして伊藤黎明といったところか、ここは3台ワンパックです。ホームストレートトップ、これも入れ替わりがありそうな。高木優穂の後ろには渡部樹がぐいぐいついてくる。オープニング3周終了、序盤のつばぜり合いからいよいよ本格的なバトルへと変わっていきます。さあ1コーナーのところで1台スローダウンのマシンが出てまいりました。止まりますかね。カーナンバー58、カーナンバー58、宇髄学です。宇髄さんも残念。40代の星として出てきてくれている48歳のドライバーなんですが、1コーナー立ち上がりのところで止まってしまいました。やっぱこれだけ暑いコンディションですとマシンにもかなりの負荷がかかっているんでしょう。路面温度は 57.7 度です。ホームストレート、トップ集団10台のうち前5台がワンパック、その後ろちょっと離れて2台がついてきて、8番手争いはテールトゥーノーズです。西浦徹と清水修馬がテールトゥーノーズで今ヘアピンに入っていくところ。西浦はカーナンバー14番、清水は21番です。そこから少し離れてピンクのヘルメット斉藤愛美が10番手です。バックストレート上位陣はトップ5がワンパックになりました。スタ
ート出遅れた4番手の五木明人は何とか戻していきたいが、後ろからひたひたと中島俊介がやってきて動くに動けないという感じ。さあスターティンググリッド1番手3番手5番手のドライバーが 1,2,3 となっています。序盤5周終了、6周目です。高木優帆はファスティスト46秒488をマークしました。後ろは当然スリップについてついていきます。タコツボ、後ろは渡部一樹。さあトップのカーナンバー17番の高木優帆、去年も全日本に出ていました。琵琶湖スポーツランドが本拠地のドライバーです。今シーズンはタキシードスポーツに加入をしまして、その大事なホームコースでは8位だったんですが、その後中山で2位、そして APG ではポールトゥウィン、一気にランキングも上げてきました。現在ランキング第2位です。清水英二郎の前を走っている今はランキングトップに躍り出るチャンスですか。さあ後ろから来る、去年ここ地方戦で勝っている渡部、そして必勝体制の清水や五木、ここをどう抑え切るかです。水波は抜きどころがわんさとあります。先ほどの地方戦 FP3 や地方戦125でも見たように、1回前に出てもあちこちで返していかれます。そのあたり全部計算に入れて、そしてこの全日本の125はハイグリップタイヤを使用しますから、このタイヤのコントロール、そして水温のコントロールなども全部頭に入れて最後まで戦っていかなくちゃなりません。7周終了、8周目、トップ2がますます接近するが動きはない。6番手以降は大きく離れました。トップ5が一段となって今ヘアピンです。6番手には加藤正則、7番手には門田翔征、ともに単独です。そして8番手には清水修馬、9番手に斉藤愛美がワンポジションのアップ、10番手に西浦徹、第2集団11番手には先ほどまでは鎌狩和樹だったんですが、代わって上がってまいりましたのが原田俊一郎、そして鎌狩、伊藤黎明、その後ろにはカーナンバー30番の島田隼人も上がってきていますね。そして夏目湊斗、日吉太一、この辺りもついていっている模様です。8周終了、9周目、さあ2コーナーから3コーナー一瞬横並びになったんだけれども入れ替わりはありません。渡部動き始めました。ヘアピンからこのバトルでますます詰まっていきます。トップ5、6番手の加藤にもまだ前が競り合ってるだけにね、前に加わるチャンスはあります。バックストレート、様子を見ながらです。タイヤをいたわりながら、様子を見ながら、最後まで力を温存する。無理な動きがたたってしまいます。最後はずるずると後退していくことになります。ホームストレート9周終了。この全日本周回数は20周、この前半はトップ5はほとんど動きなく、順位の変動はないが、清水英二郎ブレーキングを食らせたヘアピン、インガー飛び込んでいって渡部の前に出ます。渡部樹はタコツボで返せるぐらいのタイミングだが動かない、逆に動いたのは樹明人だ。樹がぐんぐん内側入ってきた、清水英二郎アウトサイドに振られた、樹明人2番手に浮上、樹スターティンググリッドに戻しました。スタートの出遅れを取り戻しました。樹明人トップ高木優帆からは少し離れましたが2番手になって、さあここからどう前をもう一度捕まえるか。高木優帆は楽になりました。10周終了、決勝折り返しです。さあ五木の後ろでは、おお3番手4番手争い、中島俊介が結構イケイケで行ってますね。しかし清水英二郎、これヘアピンで飛び込んでくるでしょう。中島をかわしました。ここは固くいきました。4番手に浮上、タコツボでは動きはありません。清水英二郎にとってはもう一度仕切り直しといった感じですよね。今シーズン開幕からポールトゥーウィンを2連続で決めました清水ですが、前回の5点目ではちょっと思ったような成績は残せませんでした。今回はリベンジ状態だったと思いますけれども、さあ表彰台は目の前です。6番手には
加藤、7番手に門田、8番手清水も単独になりました。9番手西浦の後ろから斉藤、10番手原田と続きます。集団的にはですね、その後ろの玉刈和樹からがずらーっと長くなりましたね。トップ集団が5台、6番手、7番手、8番手は単独、9番手西浦、10番手斉藤、11番手に原田、12番手鎌刈から、後ろがね、夏目美奈と島田隼人で、奥田桃も来てますし、伊藤玲明も来てて、メンバー的には結構すごいメンバーが来てるんですが、さあ伊藤玲明のアウトサイドからバックストレートエンド、13番の日吉太一、そして安藤優良が攻め上げていっております。その後ろには去年地方戦優勝しています金田翔です。12周終了、13周目、トップ集団は変わらないが、2番手の五木明人のペースがいい。高木優帆、五木と渡部たちとのバトルの間にちょっとマージン稼いだんですけど、ああ吸収されたタコツボ入っていく。五木明人トップ優勝。今シーズンフォーミュラブルーから出てきてかなりのプレッシャーがかかっていたと思います。五木明人、SL 全国大会では何度も日本一に輝いているドライバーですが、こういった全日本の転戦には今シーズンからということで、ハイグリップタイヤにも、そして X30 にも慣れていかないといけないという、何もかもが初めてのシーズンを過ごしています、五木明人。しかしそのうまさがここ水波で爆発してきたでしょうか。五木明人にとってはホームコースのようなここ水波です。カーナンバー25番一木を先頭にタコツボに入っていきます。ここ水波は SL の SS クラスにも参戦をしています。さあそして6番手7番手加藤と門田の間がだんだんと縮まってきましたね。今 S 字の2個目にいます。先ほどまでは結構間が空いていたんですけれども、6番手の加藤の後ろから門田が追い上げ始めています。加藤ちょっと苦しくなってきたでしょうか。ハイグリップタイヤは加藤もなかなか慣れてないと思います。水波は誰よりも走ってると思うんですけどね。普段はマックスマスターズで去年シリーズチャンピオンも取っている、あの濃いおじさんたちのメンバーの中でチャンピオンを取っているのがこの加藤です。トップ5はタコツボを通過、6番手7番手はテールトゥーノーズ状態になってきました。8番手清水は単独、9番手西浦も単独です。斉藤恵美がずるずる落ちてってますね。10番手に原田が上がって、11番手に斉藤、ピンク色のヘルメットの斉藤恵美ですが、あ、これキャブ合わすの難しいのかな。あ、そしてタコツボの手前で1台スロー、カーナンバー32番の安藤優です。安藤優が止まってしまいました。今シーズン全日本は初参戦の安藤ですが、タコツボ手前で止まってしまっています。トップ5はヘアピンを通過しています。15周終了、16周目、いよいよ終盤、レースは動き始めるか。トップ5争いと6番手7番手争い、ここに注目をしていただきたいと思いますが、バックストレート動くにはもうちょっと時間をかけるでしょうかね。各ドライバー行ったらもうそこで一周を抑え切ってというような作戦になるか。ああ五木明人がちょっとアドバンテージ気づいた。五木明人ペースが落ちません。この周回も46秒441、後ろスリップが効いているドライバーよりも速いタイムになっています。五木明人今シーズン開幕戦はポイントを取りましたが、第2戦第3戦とノーポイント。ついに五木にもフォーミュラブルーの看板にふさわしいリザルトがついてくるのか。プレッシャーと戦いながら、初めてのマテリアルと戦いながら、五木バックストレートエンドです。2番手高木優帆はサクシードスポーツジュニアというこの上ない体制、プロのドライバーのサポートも受けて走るチームです。最高峰カテゴリーにもドライバーを輩出しているプロ直結クラス、そんなチームなんですけれども、高木優帆も2連勝がかかってます。後ろから渡部、五木もまだまだいけそうだ。渡部もまだ余力がありそうですね。カーナンバー19番の渡部は開幕戦4位、中山では5位、そして御殿場では2位表彰台。勢いのあるドライバー、そして清水栄一郎、タコツボ動いた。
ランキングトップ清水栄二郎が動いて3番手に浮上。さあいよいよ佳境に入ってまいりました。帰ってくると残り周回数は2周。清水栄二郎はバックストレートエンドのところでもかなりタイトに回って、高木優穂の内側ねじ込んだ。 S 字の2個目、なんと2番手浮上。あそこで行く清水栄二郎、もうハイグリップのグリップ力をもう存分に生かしています。それを返して、接触だ。1コーナーから2コーナー引っかかった。なんと清水と高木、渡部いつきも前が塞がっちゃった。前から大川慣れた3人がヘアピンへとアプローチ。誰が前に来る、これでもフロント大丈夫。さあ高木優穂が3番手、4番手渡部、5番手清水となった。後ろから加藤と門田も来る。これ前のドライバーがフロントやっちゃってたら加藤と門田にもチャンスが来る。バックストレートエンド、さあなんかな、走りながら直そうとしてますか。バックストレートエンドで3番手争いが5台。そしてファイナルラップ、トップは五木明人、もう守りきるのみ。2番手中島に対してもイケイケです。中島も前回が初参戦だったんですが素晴らしい成績を残していけそうだ。3番手高木優穂や渡部や清水はあとはもう運を天に任せるのみです。後ろから加藤もそうです、金田もそうです。さあこの1周どうなるか、トップ2はもう走りきるのみ。3番手争いがタコツボへと向かっていく。前のドライバーが軒並み10秒ペナルティーなら加藤に表彰台が来る。タコツボ立ち上がってくる。サイドバイサイドから入れ替わりはありません。そしてバックストレートエンド、加藤は体を前に倒す、加藤はついていく。そして最終コーナーから立ち上がってくる。ついに優勝を手にしました五木明人。トップチェック2番手中島、そして3番手フロントはどうだ高木優穂、4番手渡部、5番手清水、6番手加藤、7番手門田、そして離れまして清水、西浦、原田、その後ろは夏目ですね。そして奥田桃、玉取和樹が13番手、その後ろの日吉太一が14番手、15番手は斉藤、16番手金田、以下17番手島田、18番手泉、19番手広岡、20番手向山とチェッカーを受けていきました。